ちょっとだけ寒いから上着を着てます。でも中は中に着てる服は半袖にヒートテックです。半袖が変わりました。ダダーン、おはようございます。雨は今日は、あ、そう、昨日終わらなかった分のこちらをやっていこうと思って、でちょっと終わらなかったら嫌なので終わりたいよ。皆さんが見てるところで終わりたいから45から始めました。15分ででかいですよね、きっと。おはようございます。おはよう、見てます。あっすー、なんかめっちゃ眠たいんですよね。ちょっとね、あのね早く寝ようと思います。明日から、明日、今日からちょっと生活を戻さないとやばい。もうすぐ学校始まるから。生活は普通なんですけど、なんかそんなにめっちゃ遅く寝たことはないんですよ、この春休み。眠たくなるから結局そう、待ってください。まふみさん、くもありがとう、ありがとう。なんか風船持ってるありがとうございます。そう、ほんでなんか変なぐらいのあれを、生活リズムを崩したりはしないんですよ、休みでも。だけどなんかあのもっと寝たいから寝ます寝ますね。おはようございます。イボの生誕祭入れてよと、よかったです、よかった。あ、やばい昨日はうわ大変や。昨日は11時まで残業してショールームに来れなくてすいません。全然です、お疲れ様です。え、やば、大丈夫ですか。コニタン、ここにいます。あとでまだ写真撮るんですけど、ここです。はい、でちょっとまだこの辺とかけてないので嗅いでいきます。ね、今はね、どこやろう、からしくんは書いた、あ、クリスタルさんまでか、ハットさんからや。じゃあハットさんから書きます。じゃーん、おはようございます。おはよう、あじゃあワイも早く寝ようやって、寝よう一緒に早く寝ましょう。やっぱ早く寝ることはいいと思うんですよ。そう、多分。おはよう。おはよう。昨日名前書いてくれたみたいでありがとう。知り合いからスクショいただきました。ありがとうございます。また後で紹介します。今日から申し込み、あ、そう、今日からイベントの申し込みが始まりました。あ、始まってないか、まだ12時、昼の12時やったっけから始まります。皆さん会いに来てください。あのさ日程表を頑張って作ったから褒めてください。じゃーん、ハットさん、うん、ありがとうございます。貼ります。でね、あの日程表、実はもう気づいた方もいるかもなんですけど、2枚作ったやろ。その2枚と1枚は一応ね、2つとも色違いになるように作りました。そんな風に見えてないわって思ってたらごめんなさい。よし、次 DJ さんです。皆さん、アミに会いに来てくれますか会いに来てくれますか。うわ、待って、なんか、え、 J ってこれ変ですか。なんか1丁目2丁目3丁目みたいな、そういう感じの蝶になってる気がするけど
まあまあ、わかりますかね。はい、チーズ。ありがとうございます、 TJ さん、ありがとう。じゃあ貼っていきます、これ。あ、待って、あ、そろそろかな。 TJ さん貼ったら一回木を作ります。木、あ、おお、いいですね。この辺に気をつけたいから、よろしくお願いします。すごいのができましたね。昨日は仕事で最後まで見れませんでした。大丈夫ですよ、お疲れ様です、皆さん。そう、12時からですね、12時から。てかボッサボサ、まあまあまあ気にしないでください。じゃあ木を作ります。これですね、木。昨日サイズだけはなんとなく決めたんですけど、でかすぎやな、ちょっとでかすぎ。まあまあいいか、でかすぎ、ちょっと長すぎ。でも木っていうか、ここは短くて太いぐらいが一番いい。なんか桜って感じがする気がする。満開の桜って感じやな。もう切ったけど、こんなもんじゃない。え、四角でいいんかな、これって。これをさ、ちょっとこうやって斜めに切った方がいいですか、皆さんどう思いますか。おはようございます。のみのお話系の画像見たよ、全部気になるけどチアガールが一番気になった。あ、ありがとう。チアガールはね、めっちゃ悩んだんですよ、入れるか入れへんか。けどむっちゃ網が来たくて入れました、結局。そう、入れちゃいましたね。おはようございます。おはようございます。4月から仕事始まったから配信なかなか見れないけど今日見て元気だ。リカちゃん頑張っ、あ、待って、リカちゃんの回が、リカちゃんの今から書こうと思ってたんですけど、木を作らなあかんねん、その前に。ちょっと待って、木。皆さん木どうすればいいと思いますか。木は、木はな、このままドスンって貼るか、ここをちょっとだけ斜めに切るか、どっちがいいと思いますか。あ、ほんまこういうの決めれないので決めてください、お願いします。どう思いますか。木をどうするかですよ。今日昼に握手会申し込みで、ありがとう、待ってます。皆さん初めての方もよかったら来てください。斜めにしよう、そうですね、斜めにしようかな。じゃあありがとうございます、教えてくれて。俺は気にしない。どれぐらいかな、お待ちください。どうですか、これぐらいで。たーん、なんなら下をギザギザにして根っこも付き、あ、いいですね、こんな感じ。ちょっと細すぎ、まあいいぐらい細い、もうちょっと、でかい方がいいいいかな、こんな感じです。細い、まあ、いけるか、いける、いける、いけるか。じゃあこれで OK です。ちょっと貼ります。あ、切った方がいいんかな、切ります、切ります。良さそうだって、ありがとう。じゃじゃーん、おはよう。
やって根っこ作ろう。根っこって調べてみようかな。木の根っこイラスト。だって調べたい。難しい。木の根っこ描かないな。でも確かに木の根っこ描こうかどうかも悩んだから今調べてみます。木の根っこ木の根っこイラスト。イラストかわいいの方がいいかな。木の根っこイラストかわいい。うわうわうわすごいすごい、なんかタコみたい。これうまく切れるかな。ちょっと一回想像してみます。いけるかな。どう思いますか。木の猫って聞こえた。あら、おはみおはみ。かわいいのがいいわくさん。いやみ、だいたいイラスト調べるとき、なんだろう、猫イラストかわいいかとか、木の、あ、花の茎かわいいイラスト簡単みたいな感じです。調べるとき簡単とかわいいやったほうがいいで。難しいな。さあちょっと、じゃあ根っこは皆さんの想像で生やしてください。そういうことでこれで一旦つけます。後で貼り直しはできるの。はい、皆さんの想像で根っこを生やしてください。お願いします。うわうわ、ね、糊がなくなった。とうとうお別れ、バイバイ。新しいテープ糊を開けたいと思います。あ、白色かわいい。なんかうわ取りやすい。今まで使ってたタイプと違うテープ糊がやってきましたね。ダダーン、あります。この辺から真ん中ってこれぐらい、 あ、ちょっとこれぐらい、これぐらいか。ちょっと溶けますね。これぐらい、わ、え、めっちゃいいけど、もうちょっとあんま上がいい。お、いいね。オッケー。ちょっと、よいしょ。やっぱ朝はなんかボサボサやわ。オッケー、これでオッケー、オッケー。で、次またランキング、リカちゃんからいきます。はい。はい、書きたいと思います。書くよ。タミちゃんおはよう、おはよう。タラーン。じゃ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 ん。リカちゃんありがとう。アイチーズ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。なんか知らってる間にすごいことなってるやんって。そう、桜がだんだん出来上がってきました。
じゃあ次、次マッスルパンダさんです。書きます、マッスル書きます。じゃん、じゃーん、マッスルパンダさん、ありがとう、ありがとうございます。はいはい、チーズ、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。それをこれも貼っていきましょう。じゃじゃーん、やばい、満開までもうすぐ過ぎて嬉しい。次、オレンジさんです。オレンジさん、そう、これ桜の色変えてるんですよね。特にこだわりはないんですけど、色をバラバラにしたいんですよ。はい、そんな感じだなまずじゃあ次オレンジさん描きます。開けた、じゃじゃん、オレンジさんありがとう。はい、チーズ、ありがとうございます、ありがとう。あ、皆さん今日のお昼の12時からイベ29枚目シングルのイベントがのイベントの受付が始まるということで、よかったら会いに来てください。アミのおすすめは、全部おすすめやからちょっと言えないんですけど、肩叩き会とか、アミはまあ一応アミタンクラブの会社でマッサージ屋さんを運営したので、まあはい、皆さんのあれを取る力があります。疲れを待ってます。次、 GHB さん、うわ、名前読み食ったらもう終わりが見えすぎててちょっと寂しい。書けます。あ、ありがとう、オンラインお話し会が6月22、23、7月6、7月7、8月31、9月1日です。見に来てくだ、遊びに来てください。今日から受付開始ですよろしくお願いします。おはようございます。じゃん、 GHP さんありがとう。はい、チーズ、ありがとうございます、ありがとう。あのね、前の握手会が見台に乗ってたんですよ。けど今回は乗らない自信ありますか皆さん背比べしましょう次、モスコルさん、モスコルさんです。書きます。あ、間違えた、やばいやばい、ひらがなやのにカタカナで名前を書いてしまった。かけました。肩叩きは台に乗るのかな、やって。肩叩きはどうやろう、肩叩きはな、高いから皆さん、握手会をさ、アミの下着に合わせてくれるんです皆さん。けど
肩たたきは網がこうやるから乗る気がするってする。わからん。モスコールさんありがとう、ありがとう。アイチーズ、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そして次、ひきこもごもさん、わお、どうしよう。でもこれ漢字の方がいいですよね、きっと。隣にカタカナも書いてるんですよ。漢字で書きます。ひひきこもごも、こもごもさん、じゃじゃん。ちょっと喜ぶって字が縦長になりすぎた。マッキーペンでね、にじまないように書くのはめっちゃ難しいですね。わ、ひらがなでいいよって来てる、ごめんなさい、漢字で書いちゃった。はあ、まあいいか。はい、チーズ、ありがとうございます、ありがとう。何位の人まで書いてるなって。なんか隣にあのね、ファンレベルっていうの書かれるんですけど、それが11の方まで書いてます。あ、ここにもまだあったわ。じゃあ次、ミサウコさんです。書きますね、書きます、おはよう、書きます。ミサウコさん、ありがとう、ありがとうございます。はい、チーズ、ありがとうございます。そう、あのね、本当は皆さんたくさん応援してくれたから全員の名前を書きたいぐらいなんですけど、ちょっと書けなくて、ので、あの他の方もたくさんありがとうございました。浜田、ここにもいた。こうですね。次、ヨシさん、ヨシさん書きます。うおー、書けました、書けた。ヨシさん、ありがとう。何もなかったです。はい、チーズ、ありがとうございます、ありがとう。これぐらいですかね。はい、次、佐藤くん、佐藤くん、佐藤、佐藤くん、ありがとう。はい、チーズ、ありがとうございます、ありがとう。この木に会いに行きたいなって思ってくださったら嬉しいな。お待ちしております。いいよ、オッケー。うわ、
あと一人。え、あと一人。いやー早かったな。え、一人じゃないで。あれ、どっか取ったんかな。あれ、一枚足りない。え、違う違う、全然一枚じゃない、二枚足りへん。あと三人。え、違う違う違う。え、あと一人。え、なんでないん。どっかに落ちてたんかな。え、え、あれ、数えてやったよな、昨日は。みここと、待って待って、ちょっとどこか詰めなければいけないことが、あ、判明ってしました。どこにつけてたんやろ、もう一個。へえ、からんな。でもこっちにしても、ちょっと詰めましょう。オッケー、決めましたので詰めます。ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと詰めてもらいますね。位置変更ですね。ごめんなさいね。はい、これでここに一人分開くはずです。ほら来たぞ。次、ミサウコさんが書いたね。ミサウコさん、あ、特別警戒中さんです。書きます。よかった。書きます。特別。うわ、ちょっとこれさ、もうさ、あのさ、マッキーペンで書けないわ。ひらがなで書こう。ごめんね、ちょっとちょっとね、マキー弁で書けへん。はい、ちょっと長くなっちゃったけど、特別警戒中さんありがとう。はい、チーズ、ありがとうございます。ありがとうありがとう。ちょっと何かお腹が空いてきました。オッケー、うわ、これでも最後の一人か。え、何色、何色がいいですかね。やっぱ最後はこれで締めますか。いきます最後はヨシさん。じゃじゃーん、書けました。これでこちらの方で最後です。やば、はや、じゃ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 ん、ヨシさんありがとう。アイチーズ、ありがとうございます。ありがとう。それでは開花式を始めたいと思います。ズズズズズ、え、ここでいいですか。ちょっと出っ張ってるな。ででーん、はい、お花が、桜が咲きました。皆さんありがとう。ちょっとだけ立ち位置をね、いい感じに直します。わっ、かわいい、かわいい、じゃじゃーん、うわすごい、めっちゃ桜やん。皆さんありがとうございます。ちょっと上から紹介していこう。じゃしていっちゃいます。ドドーン、まずこちらからいきましょう。ただーん、
ちょっと見ててくださいね。ゆっくりやりますね。じゃん。じゃ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 、ちょっと読みたいけどどうしたら読めるかな。あ、わかった。ちょっとお待ちください。近い、ちょっとお待ちください。読みます。はい、じゃあ、え、どうやったら読める？これカメラ反対にしてアミが紹介しようか。そうしますか。そしたら、まあ、紹介できるかも。じゃあちょっとやりますね。ここはやっぱちょっと反対向きにします。ちょっとお待ちください。うまく反対向きにできる。たどーん、たったらーん。うわ、これもっとなんかズームとかさ、なんていうん、あの引き絵撮るとかできたらいいのに。もう近い近いだから。はい、コスモライトさんありがとう。チャンシモさんありがとうございます。ひらがこいさんありがとうございます。てっちゃんありがとうございます。皆さんありがとうございます。で、こにたんありがとうございます。マイケルさん、まふみさんありがとう。むーちょさん、つめがねさん、まゆさん、まきまきちゃんありがとうございます。ひろゆきさん、ぶりまゆさん、だろたさん、ゆりやちゃん、あーにゃさん、おうみさん、しじまーるさん、こじさんありがとう。で、さくら、うわーすごい、りょうじさん、じょうるさん、まぼさん、まさやかさん、 FFF さん、かよちゃん、びろびろさん、ゴルさん、かにさん、ともたんさん、りょうじさん、ナチュラルさん、まんじゅうよさん、けんさん、うかめいのはこうしさん、いでやんさん、ヤングジャガーさん、まきしさん、もんてさん、ふっとうちゅいさん、あんなちゃん、まさのんさん、おむらつーさん、まっさん、TM たかしさん、あ、継続は力なりさん、マットさん、サンキュー PM さん、しんのすけさん、佐藤くん、大野ふいとさん、さおちゃん、ゴーシさん、トッシーさん、もんじさん、らくらくさん、まー、あ、さん、SIC さん、ゆいちゃん、のらくろさん、つばささん、あおきさん、おでん屋さん、歩く猫派さん、ようへいさん、からしくん、クリスタルさん、みさうこさん、よしさん、あ、よしさん、よしさん、カタカナのよしさんと、ローマ字のよしさん、特別警戒中さん、なんだっけ、ひきまじまじ、なんだっけ、ちょっと待って、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと待って、急げ、急げ、ひきこもごもさん、ひきこもごもさん、ありがとう。GHP さん、オレンジさん、マッスルバンダさん、リカちゃん、DJ さん、ハットさん、高秀さん、ヤマビーさん、皆さんありがとうございました。ちょっとこちらを、次は、反対にします。戻っておいで。だーん。戻ってきました。ということで、ちょっと紹介しました。ありがとうございます。全体図でいきますと、ドド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 ドン、こんな感じでした。あの、名前を書いてない方も皆さんたくさんありがとうございました。ありがとう。本当は皆さんの名前を書きたかったんですけども、ちょっと書けなかったんですけど、たくさんの応援ありがとうございました。はぁ、ありがとう、ありがとう。はい、めっちゃ可愛いな。みんなでお花見してるみたい。宮本家の花見スポットも皆さん見に来てください。ありがとうございました。ありがとう。で、今日から今日の12時からまたイベントの、またまたイベントの受付が始まるので、よかったら会いに来てください。ちょっとお名前を書いてもらって、あーってちょっとなってる方はよかったら会いに来てみてください。は
はい、よろしくお願いします。ね、ツイッターにね日程を出してるのでよろしくお願いします。あと日程のリンクが間違ったみたいでごめんなさい。もう全部今回はちゃんとできてると思ってたのにね。はい、あーめちゃくちゃ会いに行きたくなってます。おー、じゃあ待ってますよ。あーってなりまくってる。あ、やった、じゃあ待ってますね。しばらく背景はそれでね、かわいい。春が終わるまでこれでいい気がするぐらいかわいい。はい、オッケー、ありがとうございます。素晴らしいです。ご苦労様でした。こちらこそありがとうございました。ありがとう。いた、いたたた。あー、ちょっと聞いてください。全然話が変わるんですけどね、最近の悩みを言います。ちょっと解決策を教えてください。朝起きたらなぜかいつも TikTok が開いてあって、開いてあるんですよ。それが悩みです。みんな最近のなんかなんでかわからんくって、いつも寝るときに閉じて寝るんですよ。いやし、ロックかかってんの。あの、なんでな、開いて動画を見てるのかっていうところにとてもね、なぜだろうというふうに思っております。そう、ほんまなんでな、見ながら寝落ちしてるんじゃって。でもなん絶対ちゃう。わからん。だから怖いやん普通に。だからちょっとね、今日の夜からスマホと一緒に寝ません。いつも手元に置いて寝てるんですけど、寝めます、違う場所で。充電器さしてやります。ちょっとね怖いので。でも TikTok 以外のアプリは見られてないんですよ。 TikTok だけ変よな。だから寝ぼけて無意識にやったりしてるんかな。怖すぎ。怖すぎね。今日の1位中澤村人さん、じゃあちょっとお絵描きしたいと思います。解決してる。不思議だね。不思議よな。しかもこれ今日だけじゃないんですよ、結構ね昨日もやったし、たまに起きるんですよ。夢遊病かもやって。何それ、夢遊病、何それ。無遊病かな、なんていうもんやろこういうのってね。初見です。マナムさんありがとう。ここのハートが白い方はぜひ押してピンクにしてください。無遊病、なんどんな症状ですか、無遊病。目覚まし止め、目覚まし止めようとしてずれたとか言って、あーでも目覚ましかけてないんです。あみ、目覚ましかけてないし目覚まし持ってないんです。そう。桜の木の下でお花見を見てお願いします。オッケー。無遊病ってなんや。え、怖い。似てるのに歩き回ったりするって、いややな。ちょっと待って、怖いかも普通に。いや怖い怖い怖い、やめようねえ、ちょっと怖いねんけど、怖い。怖い怖い、ちょっとやめましょう、やめよう怖いわ。怖い怖い。寝言ってことですか、じゃあ寝てるのに喋るって。怖いやろ。それってなんでそうなの、取り憑かれてるとかですか。怖っ。寝言レベルではないやって、無理、怖っ。無理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 、怖い怖い、やめよう。
ちょっと無理やわ。お花見やみちゃんは書けたわ、書けた書けました。いいですよ、いいです。無指病怖無指病で冷蔵庫のもの食べたりするって聞いたことあるか。どういうさあれなん、どういう仕組み、その誰かに動かされてるとかですか。そういうのはちょっと控えます。あ、皆さんアバターできたらこのルームアバターいっぱいにしてほしいです。しましょうね、お揃いにしましょうね、お願いします。あ、またそろそろ仕事に行きますよって、やばいやばい。ただーん、コスモライトさんこんな感じ、はい、見てください。お団子もた網です。桜の木がとても下手くそ、下に置こうと思ったらこんな感じになっちゃった。はい、じゃあチーズしておきます。はい、チーズ、んん、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。じゃあ誕生読みたいと思います。13位てっちゃん、ありがとうございます。12位カニさん、ありがとうございます。11位マッさん、ありがとうございます。10位継続は力なりさん、ありがとうございます。9位ちゃんしもさん、ありがとうございます。8位日高浩二さん、ありがとうございます。7位モンテさん、ありがとうございます。6位沸騰ちょいさん、ありがとうございます。5位コニタン、ありがとうございます。4位大見さん、ありがとうございます。3位まふみさん、ありがとうございます。2位ひじまるさん、ありがとうございます。そして1位はドル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 、ジュ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 ン、コスモライトさんでした。ありがとうございました。皆さん今日も朝からありがとうございました。こんな感じで出来上がったので、まだツイッターにお写真載っけます、待っててください。そして今日のお昼12時から29枚目シングルのイベントの受付が始まるということで、よろしくお願いします。ちょっとこのお名前を書いてちょっと気になったなって方でも、あの全然知ってるよって方でもたくさんお待ちしておりますので、皆さん遊びに来てください。でしたということで終わります。皆さんありがとうございました。せーの、コスモライトさん、ありがとう、ありがとうございました、ありがとう、ありがとうございました。じゃあまたねー。ちょっと気になりました。じゃあ待ってますよ。ありがとうございました。またねー。ありがとう。頑張ってください。バイバーイ。ないねー。